まあ、この乗り場案内がなかなか面白い。まあ、東京方面はこの1番線、まあ、駅舎のところがメインで、まあ、銚子方面は2番線の方がメインになるということですかね。はい、そして、東金、大網、そして外房線方面がこちらですね。これは6両つないでんのかな、一応。こっちはなんかほんとガラガラですね。さっきのあの混み具合は何だったんだという感じ。ということで、まあ適当に乗っていきましょう。途中駅の到着時刻をご案内いたします。東金には17時22分大網17時33分大網から先は外房線に直通いたします。そば17時49分、失礼いたしました、そば17時54分、終点の千葉には18時1分の到着です。この電車を担当いたします車掌は千葉駅の方です。終点千葉駅までご案内いたします。次は愚明です。ということで東金、ここはね、私は次行きたいのはもうその辺、そこの、サンピアとあるところかな、なので、まあここに出口を作ってくれればすぐなんですけどもね、残念ながらこちらには改札がないので、この階段でね、向こうに渡ってでこうで奥のそっちの歩道橋でまた向こう行かなきゃいけないというね、まあ、くっそめんどい感じになってますね。ここにね、あのスイカ、簡易スイカの通路でも作ってくれればすぐなのにな。こういうところが千葉市。はい、ということで、汽車を抜けてこの、一般の歩道橋という感じ。このなんかいいですね。もうほとんど、暗くなるところですけども、一番星が GoPro で見えるかな。そして私が行くのは、そこのサンピア内のパラボランドというね、ゲーセンですね。調べたら次の列車は51分発であと25分ほどということで、まあ、プレイしないで出るならそれでいい。ここは一応メダルゲームはね、あるらしいんですけども、ちょっと詳しくはわからないので、まあ行ってみましょう。はい、こちらサンピア出てきました。3回パラボランド、メダルゲームありましたね。シングルメダルが3台と、あとは駒屋の足した市場がややレアだけども、これは調整中となってましたね。はい、まあそのぐらい、だったんですけどもね。
100円10枚とまあやや高い、それだけ借りて、まあシングルメダルがね、プログレッシブのポーカーだったので、まあ10枚でまあ2回ね5枚掛けでやろうと思ったら、なんと大事故発生ですね。まさかの振り切りですよ。振り切り、まあ、ハイローの感想なんですけど、ちゃんと5000枚を超えてしまっているというね。はい、いや、まあ、その前のストフラーね、が来た時点で、まあ、すごい。まあ、まあ、ストフラー自体はね、まあ、この機種、上下入りなんで珍しくはないんですけども、しかし、その後のハイロー感想はたまげたな。これ私、まあ、結構プレイして、まあ、今回ちょっとね動画は撮りそびれた、まあ、そのただ2回転だけやってもすぐ帰ろうと思ったので、ね、なんですけども、そうこんな時に限って回してないんですけどもね、1000倍っていうのは結構珍しいというか、これ初めてかもしれないな。10万枚とかも私出してますけども、その時もね、その、1000倍には達していなかったはずなので、まあ、かなり珍しい。そう、動画回せばよかったですね。でもさすがにな、まあ、こういう結構その100円だけ入れて軽くプレイして帰るっていうのはよくやってるのでね、もちろんね、いつ当たるか分かんないのがシングルメダルなんですけども、いや、分からないもんだな。ここは突っ切っていいかな。ということでね、まあ、結局、まあ、当たったで預けてきたんですけども、まあ、それ以外はプレイせずにね、もう最短で次のやつに乗ってしまいましょう。はい、まあ、まあ、一応預けは作ったけどもな、そんなやり込みたい機種があるわけでもないんですよね、別にね。はい、なので、まあ、もうおそらく来ることはないと思いますけどもね。はい、ということで来ましたね、東金線。今度はこのね、駅での行き違いがないということで、駅舎は1番線。まあ、かなり空いてるように見えるな。はい、ということで、あっという間に終点大網、後ろの方に寄ってしまったが、結構人いますね。この時間はやっぱ千葉方面から帰る人が多いという。はい、ここは大網白里市の中心、大網駅。これはまあ大網町と白里町の合併とかでしたかね。で、私が行くのはこれかな。イオンですね。はい、ここは駅来るのは初めてで、まあ、適当にその道ですかね。何分歩いたか忘れたけど、まあ3分ぐらいかな。はい。まあなんか駐車場というか空き地が目立つ。あ、先ほどの私が乗ったやつの折り返しですかね、あれは。結構すぐ出る。まあ、この辺はまあ一応開発されてる感じもあるが、なんか、元からの街道沿いとかではないということですかね。この辺だと全く地図が浮かばないが、茂原方面、あれ千葉、んー、でも蘇我から曲がってというのがなんかちょっと不自然な感じもするからな。まあ、そう、どうなんでしょうね。はい、まあ一応マンションとかもあるんで、まあここ、最近近年になって割と、利用者数も増えたようなところなんですかね。そう、まあおそらく大網の元々の街みたいなところもあるんじゃないかと思うが、ちょっとこの夜の暗さでね、よりわからないというのもある。で、この道はカーブしていきまして、まあもうそんな遠くないところにイオンがあるはず。で、ここのイオンはモーリーではなく、メルヘンランドというね、独立系の、ゲームコーナー。そしてここは結構メダルゲームがあるらしいんですよね。はい、手元のデータでも、シグマのシングルマシンもあるみたいだし、それ以外にもね、なんかマリオのプッシャーですかね。ちょっと古いやつなのかな。私はその辺もあんまり詳しくないんですけども、なんかそういうのが、動いているとかいないとかみたいな話なんですよね。そう、なんか、そのちょっと、わからない。あっち側ゲオもあるんですね。はい。でもここがイオンで、一応ここはまあ、
時間がねちょっと今6時過ぎで何時まで空いてるかも分かんないですけども、まあそういう珍しいのがあるんだったら、まあ1000円ぐらいねメダル借りてプレイしたい。はい、ここは子供の広場とこの電話ボックスがなかなか連携が入っていてよろしいですな。ただ残念ながらこれは電話がないですね。こちらイオンメルヘンランド、残念ながらこの画像の通りね、やってませんでした。10月今日26日ですけどもね、10月10日頃から、12月、まあ、11月の終わりまでかな、リニューアルオープン改装工事で、やってないということで、残念残念、イオン公式サイトには売ってなかったんだけどもな。一応ゲオ寄るか。はい、まあ当然というかなかったですね。なんかこういうまあ割と狭いゲオにはない、まあそれはそうなんですけどもね、どちらかというと本も取り扱っているような、そのなんか書店吸収型みたいなね、そういうゲオの方がゲーム購入率は高いのかな、ということで、まあ若干当てが外れた形にはなりましたが、ベイシア行きましょう。まあこのね駅方向とは違うこちらの道を進んで、歩いて20分ぐらい、まあ、ちょっと思ったより遠いですけどもね、まあ時間はあるから OK ということで、まあこれでも12月のもし頭とかに、こっちがリニューアルオープンするのであれば、先ほど預けを作ったねパラボランド東金によってこちらもということもできなくもない。まあでもこれはこれで OK。まあ、今日はこの手前のね、あのモーリーファンタジーとかでちょっと遊んでしまってというかね。まあそのせいでまあ予定の中では、まあかなり遅い方、まあ後ろから2番目ぐらいのね、その、列車に乗って今大網に着いたところなんですけども、そう、まあだから、ここで本当は遊びたかったんだけどもな。まあ、結果的には、まあ真ん中ぐらいになったかな、これで。ちなみに今日この後、まあ、動画的には同じやつに入れるのかな、まあ、ベイシアに行った後は、外房線に乗りまして、まあ、これは十分時間があるのでね、あれ駅名読み方を忘れたな、土家と忘れたな、そこかな、そこの近くのモーリーファンタジーと、あともう片方は鎌取駅前のモーリーファンタジーですね。まあ、モーリーファンタジーなんであんま期待はできない、閉店時間も近そうなので、まあその500枚借りてプレイとかはないんですけども、まあ一応、行けるということで、あれ島村があるな。まあ、全然期待はしないけどね。一応まあ、道沿いにあるなら寄りましょうか。こちらゲームコーナーありましたね。こんなところにね。まあ、島村ゲームコーナー設置率そこそこありますけども、このなんかオープンなね、この立地はなかなか珍しい気がする。ちなみにここは、まあ、こちら左側がね、半分が島村で、こちらがバースデーという、まあ、子供服専門店。そこの蔦屋も行きますか。これ意外となんかこの道いいかもしれないな。そのね、さっきのメルヘンランドが閉まっていたおかげで、というのも若干ありますかね。はい、そこのなんかね、マンションもいいな。意外といいとこなんじゃないか。意外とというか、私が無知なだけなんですけどもね。はい、ということで、まあ適当に、はい、まあ、ちょっと暗いですけどもね、正面は白里海岸、そして左東金、ね、右茂原ですね。茂原北インターとかって、これは今圏央道があるんでしたっけね。圏央道はなんか千葉県区間は全く把握できていないんだかな。はい、どうなんだろう、この辺からだと便利なんですかね。なんかあんまりこうその物流的にはね、まあ、便利なんでしょうけども、そんなに使う人がいるような気もしないんだけども、まあそんなことでもないかな。はい、で、そうですね、まあ、そこの、交差点で次は左に行きまして、全然わからないというか、畑の向こうが、まあ、でもこの辺まだアパートですかね。まあそちらの方向にベイシアがあるはず。はい、国道128号、大網白里市の仏島だそうですね。これは割と新しいおにぎりですね。ということで、先ほどのところを左に曲がりまして、これは片側2車線取れそうな広さだが、ガードレールで塞がれていて1車線分、まあ、交通量がそんなにないということなんですかね。まあ、この辺は、茂原市内がどうだったかな。あんまり覚えてないけど、でも片側2車線あったような気もする。ここもなんか普通にね、あってもいいような、感じですけどもね。はい。
ってベイシアはまだ見えねえな。はい、やっぱ思ったよりちょっと距離がある。まあ、ここはね、まあ、あまり時間を気にしなくていいセクションというか、そう、どうせまあ次の、モーリー2店舗は9時閉店で、まあそれに間に合えばいいので、まあ、どっかで晩ご飯も食べたいんですよね。はい、右奥のなんかホテルというのは、これ GoPro には映ってないでしょうけどもね、ちょっと文字列が気になるが、だいたいこういうのってあれなホテルですかね。そう、なんか今はこういうねこういうなんか面白いのも減ってきてしまったという印象ありますけども、それはでもここはベイシアスーパーセンターですね。そこからもうこれ越えて入っちゃうか。スーパーセンターはまあゲームコーナー率高いはず。行ってみましょう。こちらベイシア出てきました。一番ね奥のところに遊びの国ありましたね。一応写真も一枚だけ撮りましたが、まあこんな感じで、まあベイシアにしては標準的なねラインナップといったところでしょう。はい、残念ながらメダルはなしだけども、ベイシアはちなみにね、公式サイトにそのゲームコーナーと載っている、その一覧で出せるのがありまして、そこだとね、あの全国で12店舗だけあるんですけども、私はその中で3店舗行って、3店舗とも友人店舗、そのゲームコーナーに常駐の店員がいて、かつメダルありだったんですよね。で、それ以外の店舗だと、まあここのようにね、あのメダルじゃなくて、そのゲームコーナー自体は、設置結構ありますけども、いずれも無人なんですよね。まあ、さっきね、まあ、これも関係ない話なんですけども、この道沿い、まあ、ある程度戻って右なんですが、台湾料理、まあ、怪しい中華料理屋ですね。そこがまあ割と安くて量ありそうなんで、そこで食べちゃいましょうかね。なんか他にあんま思いつかん。今その牛丼屋とかね、ちょっと調べたんですけどもなさそうなんで、まあ、そこで食べちゃうのがいいような気がします。はいはい、ということでこちらで食べてきましたね。まあそんな安くはない、ですがやはり量が多いのでね、もうほんと満腹、ガチの満腹になれますねはい、少なくとも店員3人は中国人だったな。明らかにもう中で中国語で喋ってるのがわかるような感じで、ここまっすぐ行くと、市役所の脇を通って駅に近いところに着くのかな。はい、ここちょっと太い道にぶつかりますが気にせず直進ですね。はい、ここは大型車は通れないのか。はい、まあ、ちょっと暗くて映ってないですけどもね、割と唐突に現れましたね。こちらが大網白里、市役所、ここに書いてありますね。はい、このまあこのちょっと上が張り出しているような、なんか一時期流行りだったんですかねこういうのはね。まあ割とコンパクトな、庁舎という感じ。はい、ちょっと太い道に当たって、ここは左方向。これは、この電話番号は72だけども、上にくくりつけられているのは2ですね。この市外局番。ん?市外局番じゃなくて、これは、市内局番。ちょっと、私は分かっていない。これ今そのね、4桁、2桁も結構まあ、減ってきている。まあ、3桁、3桁が多くなっているような。失礼、むせた。ですけども、これ5桁、1桁ってまだあるんですかね。まあちょっとその、いつぐらい?まあその平成の大合併の前ぐらいだったらね、まだあったような気がするけども、今はどうなんだろうな。離島とかではそうなってるところもあるんですかね。ここは京葉銀行。私先ほどね、まあ、白里じゃねえや、大網の、なんでここで間違えたんだろう。そのね、元々の古い町が近くにあるみたいな話をしましたが、この辺がそうなんかな。ちょっとわからないけども、まあ古い商店街のような感じにも見える。で、正面はマンション。まあ割と駅にも近づいていると思う。さっきの、飲食店からは、今12分ぐらい歩いてるかな。ここは先ほども通りましたかね。駅前から伸びる道、先ほどはそこのイオンに行ったわけですけども、今度はここを右に曲がって正面が駅ですね。私が乗る列車まであと4分半ぐらいあんまないな。あと3分間に合うかな。あれもしかしてあっちに止まってるやつかな。はい、次の上り千葉行きは、4番線から発車ということで、こちらですね。ということでね、そのまああまりない千葉行きですな。うわ、待っていてくれたね。